いや、この後ちょっとね、スパーリングやる感じやけん、はい、まだ練習前のマイケルタンってことで。海さん、弾打ってましたよね。ん？トパンガリーグで、うん、海原さん対佐古さんの試合があったんですけど、うんうんうん、すごい弾がきつそうだったんですよ。ああ、はいはい。剣の弾弱いんで、それが機能しないんですよね、全然。振り前って結構確定取られそうやね。はい。難しいんですよね。ジャンプタッチチューパンってレアやね。ミスです。あ、ジャンプチューパン。あすいません。2回くらいしたよね。あれしましたっけ、うん、あ、本当ですか。ジャンプ中か。てか、チュアシャドウが結構連続ヒットになるね。エレナですか。うん、なりやすいとかやな。なんか判定が今の距離的に連続ヒットにならんそうな感じやったっけ。あ、ですね。ね。あ、あ、あ。いいね、ありがとうございました。俺たぶんピッピ低いね。あ、ちょっとすいません、それはあれなんですよ、ピッピ低いのは、うん、自分がちょっとそうよ、すいません。WCG 予選に行く前の日にマイケルダンここに泊まっとったんやけど、箱やっとっていいですかって言われて、あ、いいよいいよって言って、で、PP5000 ぐらいまで上げとってね、冗談で言っとって、もともと4000ぐらい当たっちゃうね。で、次の日見たら、なんか3500ぐらいの伸びちゃって。ちょっと体調不良でしたね。すいません。あ、誰でもぜひ入ってください。しかもドツボにはまったかのようにずっとやってたよね。そう、他にやることがなくて寂しかったから。マイ、あ、今横にいる子はエリーがマイケルタンです。エレナのしゃがみガードに大昇竜2段目スカル、マジそれやばいね。あ、ちょ、これきついんですよね結構。あーか、まさか。ね、おい、やる。マイケルタンはもともと九州と熊本でストフォー時代からよく福岡に遊びに来てくれたりしとって、うん、普通にまあ進行はあったよ。で、まぁ、今回ちょっとタイミングもよく、マイケルタンに話することができて、で、晴れて FGC 所属という形になりました。あ、もともとね、いや、一通り声はかけていきたかったんやけど、順番的にただ、マイケルタンが遅くなったってだけ。一応福岡に、九州に住んでる人間には一通り今後も声をかけていきます。どん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 マネジメントして大きくしていこうかな。スポンサー集めは特に考えてないですね。あ、そうやん、阿蘇さん大丈夫な。あ、はい、うちの地域は大丈夫です。あ、ほんと。はい、火山灰がちょっと、うん、すごいですね。うん、
はい、熊本です。それ結構方言は強いね。たまに俺もあの何言うか分からん時あるもん。あのランクマなんですけど、エレナ・イブキ結構なんかやられてるんですけど見てますよね配信絶対これこれはちょっと恨み晴らさねえかんね。いやあ、やばい。おおマジ高っ。初めてやるかもしれないですね。マジこれすごいね。きついんだな。消える弾の処理ね。あ、そうか、ん、その辺、うん、いいね。おほう。セビダメですね。で考え方はあのあてかえっポイズン側の考え方はやっぱりガイルと一緒やけん、あまりダイヤシとかも狙えんかもしれんね。あ、そうですね、うん、これ区別がつかないんですよ ね、うん、ですね。中玉結構大事。中玉消えるタイミングで波動とかか。おー、見てる。あ、おこ。え、エリーグってポイズンおる？いや、いないです。よかったね。これが弱か、うん。そう。中と弱が分かりにくいっちゃうね。それ消える。き。あ、あ。いいね。こうなるんすよね。これ裏に、ま、回るのもはい難しいね。こう結局追いかけないかんかかるもんね。はい。あ、これまたまずい。バクステが強いとこのキャラまずいね。お、これ積みじゃないですか。なんかいろいろほい。うわー、そういう感じ。やられました。優勝は鉄板。いや厳しいですね。まあポイントもなきゃ大丈夫だろ。そうですね。